どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は宇宙の終焉というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。宇宙の始まり。20世紀の初頭ではこの宇宙には始まりも終わりもないとする定常宇宙論が主流の考え方でした。そんな中、1920年代には地球から遠方の天体ほど距離に比例して地球から速い速度で遠ざかっているということが明らかになり、このことから宇宙は加速度的に膨張しているという説が有力になりました。それに加えて1964年には宇宙がかつて高温高密度の状態であったことの証拠となる宇宙背景放射を実際に観測することに成功しました。これらの観測事実から宇宙には始まりがあって、その瞬間は非常に小さい火の玉のような状態であり、そこから急激に空間が膨張して現在のような広く冷たい宇宙が形成されたとするビッグバン宇宙論が一般的になっています。宇宙の始まりから現在までに起きた出来事については別の動画でより詳しくまとめているので、ぜひ今再生中の動画の概要欄もしくは終了画面からそちらの関連動画も合わせてご覧になってみてください。宇宙の終焉。宇宙に始まりがあるとしたら当然終わりもあると考えるのが普通です。宇宙の終わり方を考える要素として、今後宇宙の膨張がどのように変化していくのかというものが極めて重要になってきます。そもそも現在の加速している宇宙の膨張を説明するためには、宇宙を外に広げる方向に何らかの力が働いているというふうに考える必要があります。この力の源はダークエネルギーというふうに呼ばれていて、その正体は全く不明となっています。そしてこの宇宙にある物質は宇宙の膨張を止める方向に重力を働かせます。そのため宇宙に十分多くの質量があり、膨張よりも重力による収縮が優勢になってくれれば、最終的に宇宙の膨張はこのように収縮に転じると。で、逆に物質の質量が不十分で宇宙の膨張を止めるほどの重力がなければ、宇宙の膨張はどんどん加速していくと考えられています。一方で膨張と収縮がちょうど釣り合う程度の重力を持つ場合、宇宙の膨張は加速しません。そして重力によって収縮方向に働く力が優勢になり、最終的に本当に収縮に転じるような宇宙は閉じた宇宙、膨張が優勢で加速度的に膨張し続ける宇宙は開いた宇宙、そして膨張と収縮が釣り合うような宇宙は平坦な宇宙というふうに呼ばれています。物質が豊富にある閉じた宇宙の場合だと、最終的にこの宇宙は再び一点に収縮するというふうに考えられています。つまりはビッグバンと全く逆のことが起こるというわけです。でこのような終焉の仕方はビッグクランチというふうに呼ばれています。このビッグクランチが起こる場合、この宇宙はビッグバンとビッグクランチが永遠にループしているというふうに捉えるサイクリック宇宙論という理論もあったりします。また物質が不十分な開いた宇宙の場合、宇宙は永遠に加速膨張を続け、宇宙を構成すると言われている重力、弱い力、電磁気力、強い力という4つの力すべてが宇宙の膨張の積力に対抗できなくなってしまうというシナリオがあります。こうなると銀河や恒星系が形を維持できなくなり、その後単体の恒星や惑星などといった天体、さらにはもっと小さい生命体を形作る結合さえも引き離されて、で最終的には原子や素粒子単位ですら独立して存在するようになってしまいます。このような加速する膨張によって全ての結合が維持できなくなってバラバラになってしまうような宇宙の終焉はビッグリップというふうに呼ばれています。そして膨張と収縮が釣り合った平坦な宇宙の場合だと、この宇宙は一定の速度で膨張を続けた末にひたすらに広く冷たく他の物質とも一切の相互作用を起こさないような非常に寂しい宇宙の終焉を迎えます。このような終焉の仕方はビッグチルというふうに呼んでいます。有力な終焉とは、
最近の観測によると、この宇宙は平坦な宇宙である可能性が高いということが分かっています。つまり、この宇宙はとてつもなく広く、何も起こらない寂しい空間になってしまうという、宇宙の熱敵地、ビッグチルの終焉が有力となっています。まあ、よく宇宙の未来に何が起こるのかっていうのをまとめた動画があったりするんですけど、まあ、基本的にはこの、ビッグチルの終焉が起こる前提で、こういったものが作られているっていう感じです。で、この宇宙ヤバイチャンネルの姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルでも、今から一宮五年以内に起こることというテーマで、平坦な宇宙の未来に起こる出来事をまとめているので、先ほど紹介した宇宙の歴史の動画とともにそちらも合わせてご覧になってみてください。で、話を元に戻すと、ここで不思議なのは、平坦な宇宙というのは、まあ、極めて高精度で重力による収縮に向かう力と、膨張する力が釣り合っているという必要があるので、まあ、これが成り立つだけのちょうどいい物質の量、密度というのが、まあ、自然に存在しているというのは非常に考えにくいことなんですね。で、この問題は平坦性問題というふうに呼ばれているんですが、この問題を解決できるのが、あの有名なインフレーション理論なんですね。で、仮に誕生直後の宇宙がどういった状態であっても、インフレーションによって宇宙が極端に引き伸ばされて平坦化されることによって、自然にこのような平坦な宇宙が形成されたということが説明できるんだそうです。はい、ということで今回はまあかなり、宇宙の深淵、まあ、終焉ということで、深い話をさせていただきました。まあ、こういったロマンがある話を、この宇宙ヤバイチャンネルではたくさんしているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こちらの動画の最後に、姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは、普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルでは、より広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルでは、こういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、まあ、宇宙ヤバイチャンネルがメインなので、こちらの投稿頻度を下げないために、科学ヤバイチャンネルでは、まあ、僕、キャベチ監修のもとで、優秀な友人2人に協力してもらって、3人で動画制作を行ってます。まあ、とても、楽しいコンテンツとなっているので、今再生中の動画の概要欄から、ぜひ、科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。